はい、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今回はですね、フェノミナの音楽についてお話ししてみたいと思います。えっ、ー、と、ちょうどですね、えっ、ー、と、ゴブリン、クラウディオシモレッティーズ・ゴブリンのですね、来日公演ですね、えー、こちらがですね、2020年の10月23日と24日ということで、まあ、勤労ということでですね、トゥー y イズで、えー、川崎のですね、クラブチッタで予定されていたんですけれども、えー、っとですね、こちらがあの、 まあ来年のハロウィンにですね、延期ということになったということでですね、まあ、非常に残念なわけですけれどもですね、やはりまだですね、あのまあ、新型コロナの影響でですね、まあ、来日ですよね、あのちょうどあと、まあ、国外から入ってきた場合ですね、えー、と2週間、えーまあ、待機という状態が続いているということですね、まあ、そうなるとですね、クラウド・シモネッティ、えー、他ですね、えー、とバンドのメンバーも、まあ、当然ですね、2週間こうホテルだとかですね、そういったところにこう缶詰になってしまうと。 いうことになるわけですよねということはやっぱりちょっと難しいかなということがあってですねまあその後ですねあのゴブリンの方はですねあのワールドツアーが予定されていてですねあのヨーロッパ中心に回るということになってますので、えー、と日本のためにですね2週間 <laughs>、えー、ホテル等に缶詰になってですねその後また帰国するというのはどうしてもですね、まあ、リスクが高いと言いますかこう時間的なスケジュールの問題もあるんだと思うんですけどね、えー、ということでですねまあ今回残念なんですけれども また来年にね期待したいということで、まあ、あのシンクロライブということでですね今回はですねゴブリンもですねあのフェノミナに合わせてですねまあ、演奏するということが、まあ、非常にこう全世界初ということが予定されていたわけなんですけれども、まあ、非常に残念であるということですよね。ままああたただだですねそれ分だけあのまた来年にこう 楽しみが持,って持ち越されるととということとまあどうしてもですねあのまだちょっと多少危なっかしいところもありますのでねあのまあ安全な状態になってからですね来年こう,こう目いっぱいですねこうはち切れていくっていうのもいいんではないかなという気がしますねはい、えー、ということでですね、まあの、えー、とゴブリンとまあ、フェノミナということなんですけれども、まあ、ただですねあのフェノミナの場合ってあのゴブリンの音楽ってそれほど多くないんですよねということでですねまあ、ゴブリンというよりもあの、えー、とダリア・アルジェントの 映画音楽の使い方ということをですね、中心に今回、あの、フェノミナーについてですね、お話ししてみたいと思いますけども、まあ、あの、ダリオアルジェントというのは非常に音楽の使い方がうまいですよね。あの、うまいと言いますか、こう、音楽の良さを知ってると言いますかね、えー、まあ、あの、いい映画にはいい音楽がありということでですね、まあ、あの、えっ、ー、と、今までのですね、あの、多くの、えっ、ー、と、名作と言われる映画にはですね、まあ、必ずと言っていいほど、あの、いい、 映画音楽ですよねまあそちらがついているということになりますけどもまあそれはですねあのまあ、アルジェントも熟知しているということでまあ音楽の非常にですねあの有効性であったりこう影響力であったりですね音楽の力というのは非常にですねダリュアルジェントもこう意識していると言いますかこうよく分かってるということですねあの要するにこう映像だけで勝負しようとかですね音楽がなくてもいいんだ <laughs> ということではなくてですねやっぱりこう、えー、相乗効果と言いますかねそういったことをまあかなり知ってる監督だなということで えーまあ、デビュー作の時からですねニオモリコーネとまあ一緒にですね、まあ、作っていたりということで、まあ、かなりのですねあのダリュ・アルジェントの映画のほとんどと言っていいと思うんですけれども、まあ、音楽が効果的と言いますかね、非常にこうユニークな使われ方をしているということになるかと思いますでその中でですね、えー、っとあのフェノミナなんですけれどもフェノミナというとですね、まあ、どういうい ものかとというと、まあ、それまでの映画ですねあのサスペリアパート2であったり、ね、サスペリアとはまた違うアプローチですねあとインフェルノとかとも全く違うアプローチということで、まあ、特にロックあのヘビーメタルですよねヘビーメタルがこう大々的にですね使われているとそれもですね、まあ、一組とかですねというわけではなくてかなりですねあの、えー、多種多様なですねあのミュージシャンたちがですねこうコンピレーションのような形でですね映画に対して音楽を提供しているということで、まあ、非常にですね、まあ、その辺が画期的なわけ。 わけですよねまあ、その当時ですねあの映画音楽の世界では例えばこの「トップガン」であるとかですね「フラッシュダンス」であるとかですねもういろいろなあのボーカル入りのですねあの曲をですねこう映画音楽に使うってことが結構流行っていてですね、まあ、あの要するにサントラ版自体もですねかなりこうヒットチャートを駆け巡るという状態があったわけですよねまあ、それの、まあ、影響下にあることは否定できないんですけれどもアルジェントもですねあのまあ、このねフェノミナにおいてはですね えー、サントラ版が非常に売れたということがあってですね、まあ、この使い方、まあ、この当時のまあ流行だったと思うんですけれども、かなりですね、効果的ではなかったかなと思います。えー、とフェノミナというと、1985年ということになりますけれども、えー、と音楽はあの、まあ、ゴブリンであるとか、クラウド・シモネってティテーマ曲ですよね、があるんですけれども、その他ですよね、あの殺人シーン、まあ、特にですね、あの殺人シーンでかかる曲にですね、アイアン・メイデンですね、アイアン・メイデンのあの、 「フラッシュ・オブ・ザ・ブレード」という曲が必ずかかったですね、もう場違いではないかなという感じがしないこともないんですけどもね、あの、何ですかね、あのまあ、非常にですね、まあ、そ,そのほか、あとモーターヘッドですかね、モーターヘッドのロコモティブでやるとかですね、あとビル・ワイマンですね、あのビ,ルビル・ワイマンというとあの、ローリング・ストーンズのベーシストですけれども、まあ、彼の、えーまあ、作曲したですね、バレエという曲が冒頭にかかりますよね。あのえー、とまあ ダリアルジェントの娘のですね、あのフィオルアルジェントがこう小屋に入っていくシーンとかオープニングシーンでですねこう、まあ、ベースがやはりこうビーンって響く中でですねこう森と言いますかねこう木を越えていくようなクレーンショットから始まるところにですね、このビル・ワイマンのこのバレエという曲が,曲がですね、まあ、非常にこう効果的にね使われていたと思います、えー、とその他ですね、えー、とあとはあれですかねあのアンディ・セックス・ギャングというあの、えー、ミュージシャンなんですけどもあのアンディ・セックス・ギャングはあの えー、セックス・ギャング、えー・チルドレンすか、えー、というあのいイギリスのですね1980年代のですねあの、まあ、パンクと言っていいのでしょうかねあのパンクの,あのバンドがありましたけども、まあ、それを作った、えー、ボーカリストですけどもアンディ・セックス・ギャングがですねあのかなりいい曲ですよねあの曲名で言うとですね「えっと、The Naked and the Dead」という曲とかですねあとは You don't know me ですね。You don't know me って曲だとか、あとは、まあ、ックアンザデ n d という形のですね、えー、曲を提供していて、まあ、かなりこうね、ねちっこい感じのね、あの、曲がこう、提供されていたわけですけども、これがですね、かなりこう、殺人シーンであるとかですね、あのジェニファー・コンデリーがこう、逃げ惑うシーンですよね。そんなところにこう、使われていてですね、まあ、あの、当時はですね、こうた例えばあの、のサスペリアパート2とか、サスペリア、もしくは、あの、インフェルトンとかのですね、まあ、プログレを使っていた、 えーダリオ・アルジェントに馴染んだ、まあ、ファンにとってはですねちょっとこうヘビーメタだとかハードルクがかかってくるとですねちょっと違和感があったというかねそんなこともあるかと思うんですけども、まあ、ちょっとざやっぱり斬新ですよねあのまあホラーにですね今となってはですねあのホラーあとあの何ですかねあのヘビーメタルのこう融合っていうのは、まあ、そんな不思議ではないような感じかもしれませんけどもその当時からするとですねなんかこうけたたましいですねスイスの えと夜のですね殺人心理をねあの、アイアン・ベーデンがかぶさるとかですね、もうそんなところで、こうなんとなくこう,う,こう不思議な世界観というんですかね、そういったものを醸し出していたということになると思いますけどね。まあ、やっぱりこの辺もですね、アルジェントらしいこう、なんとなあ,の、まあ先駆的なね、こう実験的なところということで、まあ、常にですね、こうアルジェントというのはこう人のやらないことをやると言いますかね、こうイノベーションと言いますか、イノベーターであるということが得るんではないかと思います。ということでですね、あのゴブリン とかクラウド・シモネッティ、まあゴブリンの曲であったりですね、あのテーマ曲最後にかかるようなね曲なんていうのはあのクラウド・シモネティが書いていますけどね、あの、えー、全体的にこう哀楽的なねあの音楽が使われていたということで、まああのそうなってくると何ですかね、あのシンクロライブにするとですね、かなりこうアイアンベイデンであるとか、えー、っとあれですよねモーターヘッドだからビルワイマンの曲がかかってきてですね、あんまりこうねあのあれなんですけねあのクラウド・シモネティとかゴブリンが 実際演奏するシーンっていうのはそんなに多くないなということが予想される予想されるというか実際そうなんですけれども、まあ、ただそれをですねあの商売といいますかねあのアルバムにして、まあ、あのイタリアではですねそのアルバムがかなり売れたということでですねあのテレビでもねコマーシャルを組んだりしてですね、あのー、そういった形でのセールスというのもねかなり好調だったということで、まあ、なかなかこの才能といいますかね商売系なんかもねあったんではないかなと思います。 ということでですね、あの、まあ、アルジェントの映画というとですね、あのま、あ今回のこのフェノミーナもそうなんですけれども、あの、プロフォンドロストですよね、サスペリアパート2のサントラもすごくヒットチャートをにぎわせたということで、まあ、その辺でですね、音楽の使い方というのはこう非常にですね、えー、ま、うまいというふうにね、あの商売的にもうまいしですね、あの映画の効果としてもかなりうまいんではないかなと思います。えー、ということで,ですね、あの、まあ、ちょっと振り返ってみますとですね、ダリュアルジェントの映画というと、まあ、初期のあれですよね、あの、 えー、喜びの牙と、あの、私は目撃者、そして四匹の灰ですよね。この三作はエンニオモリコーネが書いているということで、まあ、これはね、非常にこう。まあ、現,現代風の音楽といいますかね、現代音楽風の、まあ、非常にですね、これも特徴的といいますか、こうね。あの、まあ、なんですかね、あの、ニューシネマパラダイスとはもう。全然違うようなですね、こう、すごく実験作ということで。まあ、非常にこう、ベテランの書いた形でですね、あの、まあ。新人の頃のですね、ダリアルジェントの演出をこう。 巧みににサポートししているとううよよなな形になりましたよねであとは「サスペリアパート2」ということでやっぱりこうダル・ヨア・ルジェントはですねその時からこうジャーロですよねい,いわゆるこう典型的なですねあのイタリアのお家芸であるいわゆる奇拍子といいますかね推理ものをですねこう変革していったといいますかね、まあ、そこにもホラーの要素であったりこういわゆるこう探偵ものをですね、まあ、にかなりこう残酷なシーンであるとかですね、まあえー、ホラー的な要素を 融合させたということでまあ、ここでですねもう画期的なねあのホラーというかあのジャロの中でも画期的な作品というのがこのサスペリアパート2だったと思うんですけれどもまあ、そこでですね、えー、まあアルジェントはですねあの音楽も新しいものをしようと思ったということですよねで当初はですねやはりこの、えー、あの独特のサスペリアパート2を思い出していただきたいんですけれどもあの映画の内容からするとですね いいと思ったのがやっぱりあれなんですよねあのピンクフロイドなんですよねピンクフロイドということでピンクフロイドをマー、まあ、に依頼したいということでまああのアルジェントは拡作していたわけですけれどもまあ、その当時ですねあのピンクフロイドは、えー、まあウィッシュユーアヒアーというねあのあれですよね。あのアルバムですよねアルバムをこうまあ、制作中だったということでまぁ、あ、見事に断られてしまったということですねでその他ですねまぁ、あ、それでこう へこだれないということとうで、まあ、アルジェントのその当時の思考ということで、どちらかというとあれですよね、あのまあ、ロック系で行こうということで、ELP、あのエマーソン・レクアンド・パーマーであるとかですね、あとはディープ・パープルですね、ディープ・パープル。まあ、特にディープ・パープルにこう依頼したいなということがあったんですけれども、まあ、そこもですね、やっぱり断られてしまったとうまくいかないというかですね、まあ、一方ですね、まあ、と当時のあのサスプレアパート2のことからするとですね、あの まあギャラーと言いますかね、あの制作費の問題もあったということです、ね、ディープパープルに音楽を依頼するとどのぐらい取られるのかというとね、まあ、当時からやっぱりこうあのビッグネームでしたしね、あのエマーソン・レイクーバーマだったりディープパープルというのはですね、あの、まあのまロック市場に残るこう、えー、グループですんでね、あの、まあのまサスプリアパート2というなんか、得体の知れないですね、イタリアのホラー映画にですね映画を、音楽をね提供するかということもどう、ね、どうなのかってことがありますけども、まあ、やっぱりギャラですよね、ギャラもやっぱりこう、 法外,外というかですね、まあそれに見合うだけということで、まあ、かなり高額なものが必要になるということで、まあ、ちょっとどうしてもねあの、そういったことも相まって断念せしなければいけなかったということになるわけですね。そこでまあ白羽の矢が立ったのが、このゴブリンの前身のバンドだったということなんですけどね。でまあ、結果的にですね、ゴブリン、あのクラウド・シモネッティですよね、あの,トーンのですね、ゴブリンとまあ引き合わせ。 られることがでできてですねまあそれが正解だったと言えるんですよねそれからこう蜜月状態と言いますかねゴブリンもこう世の中に出ることができてダリオ・アルジェントの、えー、サスペリア2もですね大ヒットということでそれからですねもう切っても切れない中というのがですね、えー、ダリオ・アルジェントとあのゴブリンの間に芽生えていくわけですけれどもまあ、そこで例えばもしかするとですねディープパープルが曲がりなりにもですね、えー、とサスペリアパート2の音楽を書いていたらどうなったのかなって考えるとですね まあ、映画成功したのかもしれませんけどね、まあ、ゴブリンも今みたいな形のレジェンドにはならなかったでしょうしね。えー、ということで、まあ、ちょっとその後ずっと、おそらくですね、ダリオ・アルジェントとディップ・パープルがの蜜月状態が続いたともちょっと考えにくいんですよね。となるとですね、やはりあの時、まあ、断られたということ、技、まあ、い転じて服となすとかっていう言葉ありますけどね、あのディップ・パープルだったり、こうエマーソン、あのエマーソンレコード・パーマーとのですね、あのプログレゼプログレゼとか、あの あのロック勢にですね、断られたのが、まあ今と、今から考えると、決して悪くなかったのかな <laughs> ということがありますよね。まあ、その後ですね、ゴブリンはあの、プロフォンドロストどサスペリアだったりですね、あのシャドウだったりですね、そんな形で、こうあの、組むような形になりましたのでね、まあ、結果的に良かったのかなと思います。えー、ということで、まあ、それを、なんつうかねあの、最初に断られた払い制というわけではない、あのリベンジということですね、あの、アルジアントもイン,インフェルノと、 においてはですね勢エマーソンかまあ、解散後のですね紀伊マーソンを起用しているということがあってですね、まあ、なかなかねその辺の関係っていうのは面白いかなということですよね、えー、ということになりますねまあ、あのー、ということでまあ、ちょっと今回み短いお話になったんですけどもねあの、えー、フェノミナについてですねあのーまあ、非常にですねあのー、映画音楽の使い方としては少し変わってるんですけれども決してですねまあ、その当時からすれば不思議ではなかったかなということになりますのでね あの音楽もね非常に聴き,きもあの非常に聴きものだと思いますのでねあの、えーまあ、フェノミナーですね音楽目に着目してですねもう一度あの是非ですね、えー、ご覧いただければと思います。はい、えー、ということで今回は以上ということにしたいと思います。